当にありがとうございます。よろしければご覧ください。2020年6月28日この日は、宮城県黒川郡大和町にありますラーメン小野屋に行きました。地元に、愛されたお店でございまして、まあ、なみなみスープの昔ながらのラーメンを食べることができます。はい、それで、本日注文したのは辛味噌でございます。タイプは枕木メンマ、刻みネギ、もやし、レンゲの上に乗った豆板醤、サイコロカットされた豚、もも肉、チャーシューと高田ロース肉、チャーシューでございます。まずはレンゲに乗った豆板醤を溶かして混ぜ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 、してみたいと思います。で、丼は巨大な高台丼で、その巨大な高台丼に、なみなみのスープが入っており、熱々で湯気が立ち上ります。スープはですね、動物系と牛系をベースに、白味噌中心の味噌だれに、豆板醤の香りが、香りとコクが広がりますね。バランスの良いスープでございますね。そして麺ですが、味噌の場合デフォルトは太麺なんですけども、私は細麺で注文しました。幅 1.5mm、 厚み 1.13mm の切り刃20番手、断面の角、加水率は 38% ほど、中細ストレート麺でございますね。食感はやわめで、スル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 としたすすりの口に、この辛味噌スープを拾ってくれます。20年間変わらぬ味という感じですよね。それでスープの説明をいたしますと、動物系と魚介系のダブルスープです。動物系は、豚骨チンタン7対、丸鶏を使った鶏チンタンが3、こちらは香味野菜と一緒に炊き込んでおります。そして、魚介系のスープ、こちらはサバ節、サンマ節、カツオ節の節系の魚介スープ。この動物系と魚介系のスープ、ダブルスープがベースとなり、白味噌中心の味噌だれ、そこにレンゲの上に乗った豆板醤を溶かしていただくのが辛味噌となっております。こちらのサイコロカットされた豚もも肉チャーシューは、こちらもまさに昔ながらの味わいという感じですね。肉をタコ糸で縛って醤油だれ、香味野菜などで煮込まれたチャーシューでございます。こちらのやはりスープはバランス感に優れておりますね。以前よりちょっと若干出汁が薄くなりましたかね。地元の方に合わせて薄くしたのでしょうか。動物系と魚介系のバランスが非常に良く、何かが突出するわけではなく、その動物系と魚介系のベースにして、白味噌中心の味噌だれと、豆板醤の辛味噌でいただく辛味噌のラーメンとなっております。やわめの中細ストレート麺がスル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 とスープを拾ってくれます。はい、サイコロカットされた豚肩ロース肉チャーシュー、こちらは、もう桃よりも脂身が多めで、多めのパーツとなっております。まさに昔ながらのちゃんと火が通ったチャーシューという感じですね。それで、枕木メンマでございます。はい、こちらは繊維に沿って崩れ落ちるシャキシャキの食感で、味付けも絶妙でございます。東北で、辛味噌といいますと山形の龍上海が有名であります。山形の龍上海ほど魚介は強くありません。
ベースの動物系も豚骨なのに、鳥が3でございますので、鳥が香ってくるわけでもありません。あくまでも動物系というのはこの舌支え、コクの舌支えとなっており、武士系も強く香ってくるわけではありません。あくまでも動物系とこの魚介系、いわゆる武士系の魚介系はバランス感に優れて、何かが突出しているわけではありません。その動物系と魚介系をベースに、白味噌だれ、の返し、豆板醤、この返しといいますか豆板醤で、いただく、バランスの良い、何かが突出するわけでもないバランスの良い、辛味噌の一杯でございます。地元に愛された昔ながらの味という感じで、中華料理屋さんのチンタンスープラーメンを洗練させたような味わいでございます。昔ながらを味わいたいなら、ラーメン大野屋はおすすめでございます。久しぶりに、昔ながらを味わい美味しくいただきました。ご視聴いただき誠にありがとうございます。これからも美味しいラーメン麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。